キシユ平タ、ヒラ神宮寺優太ユタが再開、ナンバーアイ、結成発表、約67番人が角で見守る。ジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩むキシユ平タ、ヒラ神宮寺優太ユタの、ナンバーアイ、が誕生。ジャニーズ事務所を退所したキシユ平タ、ヒラ神宮寺優太ユタのファンにとって、待ち望んでいた瞬間がついに訪れました。 2023年9月末、岸優太28はジャニーズ事務所を離れ、その後、同事務所の元副社長である滝沢秀明氏41が設立した株式会社トベ、トゥービーに加入することを発表しました。岸優太はジャニーズ事務所からの移籍組として13人目となります。さらに、この生配信内で、 シユータは嬉しいお知らせをファンに届けました。彼は、ジャニーズ時代からの仲間である平野市を26と神宮寺ユータ25とともに新たな音楽グループナンバーアイナンバーアイを結成することを発表し、再び音楽活動に意欲を燃やしています。この発表は、東京ドームからの生配信を通じて行われ、そのスケールの大きさから、 今後の彼らの活動に期待が寄せられています。岸優太が白のタートルネックにオフホワイトのジャケット姿で一類レンチから登場し、平野市用と神宮寺優太に向かって走り出す瞬間は、ファンにとって感動的な再会となりました。岸優太は、この特別な瞬間において、飛べでの活動を開始することを自己紹介し、ファンを笑顔にさせました。 新グループ名、ナンバーアイの由来については、岸優太自らが明かしました。この名前に込められた思いを語る彼の言葉に、ファンは感銘を受けたことでしょう。一番を目指すのは何よりも大切なことですけど何より大切なのは、道筋。その中で僕たちらしく、どう輝けるか、いかに楽しめるか。 その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つ。引きで見るとナンバーワンにも見えるじゃん。愛はオンリーワンみたいな。ジャストアイデアであれ愛はラブの愛にもなる。この名前には一番を目指すという熱い意気込みが込められていますが、同時に道筋や楽しみも強調されファンとの共感が感じられます。 音楽活動についても熱心な話題が出ました。平野紫耀は、コンサートは、やっていきたい。僕たちらしく、距離を縮めて、と述べ、岸優太も、曲でも、表現していきたい、と続けました。神宮寺優太も、曲を先に聴いて、このパフォーマンスを見て、ファンになってくれるのは嬉しい、と語り、今後の音楽活動に期待を寄せました。 この発表の生配信は、約67万人の視聴者によって見守られました。岸優太は、実感が湧かない、と言いつつも、3人での活動に、新鮮さはあるよね。全力な姿をお届けして、ファンの方に胸に届く何かを与えられたら、と宣言し、今後の展開に対する彼の意気込みを示しました。岸優太、平野志洋、神宮寺優太の、ナンバーアイ。 結成はファンにとって待ち望んだ瞬間であり、新たな音楽活動に対する熱意が感じられました。東京ドームからの生配信を通じて、ファンとの特別な再会神越し、今後の活動に期待が高まっています。ナンバーアイの名前に込められた思いも、ファンに愛される要素として受け入れられており、彼らの未来にはさらなる成功が待っていることでしょう。